ローレンツ・パシュはスウェーデンの肖像画家であるストックホルムに生まれた父親のダンクバルオ・パシュはドイツのリューベック出身の装飾画家でスウェーデンで仕事をしていた弟のヨハン・パシュは装飾画家となったローレンツの子供ローレンツ・パシュとウルリカ・パシュも画家として名を残したドイツ出身でスウェーデン王室の宮廷画家を務めていた肖像画家 ダーフィット・クラフトに教えを受けた後、1721年に修行のためにロンドンに渡った。当時ロンドンには、スウェーデン生まれの肖像画家、ミカエル・ダールが活躍していた。パッシュは、ロンドンに7年間滞在し、ダールの下で修行した。1728年に、父親が没した後、スウェーデンに戻り、スウェーデンの貴族、有力者の間で、肖像画家としての地位を得た。 スウェーデンにおける代表的な肖像画家として、オロフ・アレニウスやグスタ・フルントベルクと競い合った。晩年は、人気が落ち、娘のウルリカ・パシュに世話を受けて、ストックホルムで没死した。ありがとうございます。